しかも真ん中だ。真ん中っ子なんです。真ん中っ子だとこういう話いっぱいあるんじゃない？そうですね、真ん中っ子あるあるっていうの結構あって、なんだろうな、上と下がすごい仲いいから、お母さんとお母さん子になるみたいな。はあ、そうなんだ。はい妹とは普段全く話をしないのですが、お金がなくなるとめったに聞くことがない可愛い声で金銭を要求してきます。妹が姫ちゃんだったらよかったのに。ああ、なるほど。おねだりだ。おねだりね。そういうのしたことある？あ、お姉ちゃんですか？うん、私ないですね。ないんだ。兄弟間でお金のいろんなことはなんかダメって言われてたので。そうだ、それはちゃんとした親御さんだね、はい、いくらでこれしてとかいうのはダメって。なんか私の場合上が3個で下が1個なんですけど、はいはい、私と妹離れてないのよ、年が。確かに。多分その金額聞いたことないですけど、そんな大差ないと思います。っていうか妹があんまり私のことお姉ちゃん扱いしたことなくて、あれなんですよ、妹からは姫たんって呼ばれてて、でも三つ上のお姉ちゃんのことは姉さんって呼ぶんですよ。姉さん、わかりますか？そう、さ、妹が私の服を勝手に着ていきます。この前も着ようと思っていた服を妹が着て出かけてしまって困りました。これうちですね。これうちです。ある？これうちです。あの服 の、 あの 趣味っていうか好みが全然違くて、私はラブリーなのが好きで、はい、妹はこうシックなのが好きなんですけど、たまに妹がラブリーなの着てるんですよ。これ私のでしょみたいなそれは実際に自分のを着てるわけじゃなくて、はい、自分の趣味のものをパクられたというか、はい、いえ私のを着てますね。あ、着てんだ。私が買ってきたのを着てますね。まあまあ着てることもありますけど、でもこれ妹さんとの話とかもさ、はい、なかなか聞く機会なかったから。そうですね、面白いよね。普段あんまりしないので新鮮だったかもしれない。そうだよ、知らなかった。3つ上と1個下っていうね、なかなか微妙な感じが面白かったね。中学校はお姉ちゃんは3つ上なので全然すれ違わないのに、妹とはすれ違うから。いるんだ、ずっと。そうか、制服私お下がりで妹新品でみたいな。ああ、そういうパターンなんですよ特殊な真ん中事情だね。そうなんですかね。ありがとう。